ようございます、和樹です。今回はレッドホットチリペッパーズの Under the Bridge という曲を解説していきたいと思います。この曲ではコードをちょっと崩して弾く地味編っぽいフィルインの入れ方を学ぶことができると思います。ただ指の動きだけを覚えるんじゃなくて、コードとフレーズをセットで覚えていきましょう。あとイントロのフレーズは指で弾いているんですけど、比較的右手は簡単なので指弾きを初めてするっていう方にもおすすめの曲だと思います。でいつもはだいたいイントロしか解説していないんですけど、今回はバッキングもすっごいかっこよかったのでバッキングも含めて解説しています。で動画の最後でデモ演奏をやっていますので、よかったら動画を最後まで見ていってください。でちなみに今回は音源じゃなくてライブバージョンを参考にコピーしました。まあその方がフィルインの入れ方とかがかっこよかったのでそっちにしました。ぜひコピーしてみてください。それでは音作りの解説からいってみましょう。はい、音作りです。この曲はほとんどクリーントーンの設定なのですが、強く弾いた時に若干歪むっていうくらいの設定にしておきましょう。これくらいですね。ギターのピックアップはフロントを使うのがいいと思います。モコモコならないようにちゃんとキレのいい音が出るくらいまでイコライザーを調整しましょう。ジョン・フルシアンテの音作りはそういう設定がほとんどですね。強く弾けば歪んで、弱く弾けばクリーントーンが出る、そういう感じの音作りです。そして今回の曲は特にエフェクターは必要ありません。まあ曲の最後の方でコーラスをかけてたりするんですが、今回解説するところは素の音で大丈夫です。はい、それでは音作りが終わったらグミを食べていきましょう。今回は果汁グミ、いちご味食べていきたいと思います。いちご味も美味しいですね。グミの食べ過ぎにはまあ注意してください。はい、それでは実際の曲の解説に入っていきましょう。まずはイントロからです。で、このイントロは若干ギターのボリュームを絞って弾くといいかもしれないですね。僕はボリュームを8か9ぐらいまで下げています。後で少し盛り上がってくるとこがあるので、まあそことのメリハリをちゃんとつけるようにしています。なので今回はボリューム8くらいで弾いていきます。はい、こんな感じです。イントロのキーは D ですね。コード進行が D、F シャープ。こんな感じで進行していってます。まず最初の D コードなんですけど、この形の D コードを押さえましょう。まあこのオープン C の形。これがそのまま平行移動した感じですね。この形の D を押さえてください。で、この形を左手で押さえておくと、あとはこのままアルペジオをするだけです。まず5弦と2弦を同時に鳴らします。右手の親指と人差し指を使って鳴らします。で、あとはタブ通りに弦を弾いていくだけですね。使う指は親指と人差し指だけで大丈夫だと思います。自分の弾きやすいようにピッキングしてみてください。ここまで来たら次のコードに移るんですけど、その前にこんな感じのフレーズがあります。まあ、D メジャースケールをなぞりながら下がっていってるっていう感じのフレーズですね。これがコードとコードの間に入ることでかっこよさがアップしています。少し早めですが、まあ、全部親指でピッキングしちゃいましょう。で、これを弾いたらそのまま F シャープを押さえます。まあいつもの馴染みある形ですね。6弦から3弦までしか使わないので押さえるところもそこだけで大丈夫です。で、それからタブ譜通りにピッキングしていきましょう。で、ここまで弾いたらまたつなぎのフレーズを弾いていきます。これも D メジャースケールをなぞっていますね。で、今回は最後の音に向けて小指でハンマリングします。こんな感じです。そしてそのままの流れでまた D コードを押さえます。こんな感じですね。一回ここまで弾いてみます。
な感じです。で、この後ここまで弾いた後はこういうスライドが入ります。まあこの D コードの2弦と3弦だけを弾いて、そしてスライド、そしてもう一度ピッキング、こんな感じですね。はい、この後ちょっと飛ぶので難しいかもしれないのですが、また F シャープを押さえます。さっきスライドした時の流れに沿ってそのまま6弦を親指で押さえるとスムーズにいくかもしれません。こんな感じですね。6弦を親指で押さえます。まあ、こっちの方が楽だと思いますし、ジョン・フルシアンって本人もそうしていました。で、このままこのフォームでアルペジオを弾きます。はい、あとは一緒ですね。コードを押さえてアルペジオを弾いてつなぎのフレーズを入れる、これの繰り返しです。一回弾いてみましょう。ここまで来たらもう一回さっきのスライド、これをやるんですけど、まあ、今回2回目は1回目とちょっと変えて1弦の音も足してみると面白いかもしれません。じゃなくてこういう感じですね。こういう感じで1弦も足すという感じです。人差し指の腹を使って1弦も押さえる、1弦の2フレットと1弦の4フレットですね。余裕のある方はぜひ挑戦してみてください。はい、でこの2回目のスライドの次の F シャープで最後になります。はい、ここまでアルペジオを弾いた後いつものフレーズを弾くんじゃなくてそのままアルペジオを続けます。こんな感じですね。そして最後の音、この5弦4フレットの音をそのまま伸ばしてスライドします。で、まあ大体この5弦の9フレットあたりまで来たらすぐにこの形の E コードを押さえて弾きます。一回やってみます。で、この E コードを弾いたあたりでボーカルが入ってきますよね。ちなみにここからは転調してキーが D から E に変わります。まあ、転調しているんだということもしっかりと意識していきましょう。ここからしばらくはコードを弾いているだけですね。コード進行とリズムだけ確認しておきましょう。はい、ここを弾くポイントなんですけど、2つあって、最初と最後ですね。最初の、まあ、初め指弾きで弾いてたと思うんですけど、ここに来るとこうピックを使うようになるんですね。どうやって持ち替えてるのかっていうと、最初指弾きしてるときは僕はこう中指でこうピックを挟んでいます。最初から中指の中にピックを隠し持ってる状態で指弾きをしていました。そしてピックを出すときが来たらこんな感じで持ち替えているんですね。まあ最初の1回だけ親指でピッキングしてるんですけど、もう次のコードを弾くときにはピックを取り出してピックで弾いています。まあ慣れないと難しいかもしれませんが、慣れたら簡単にできるようになります。はい、そしてポイントの2つ目、これは最後の E メジャーセブンスを弾くときですね。今まではボリュームを下げて弾いていたんですけど、ここでボリュームをマックスにしましょう。ここから盛り上がっていきます。ボリュームをマックスにしてジャーンって弾きます。まあ動画だとなかなかニュアンスが伝わりにくいかもしれないのですが、最初はボリュームが8の状態で、こう優しめに弾いてるんですけど、最後の E メジャーセブンスの時だけボリュームをマックスにして、こうちょっと勢いよく弾きます。まあ、ここから盛り上がるぞっていう感じを出すんですね。はい、じゃあ次のフレーズに行きます。一回弾いてみますね。
ここからは今弾いたところとコード進行は全く一緒なんですけど、まあ装飾音が入っていたりして結構複雑に見えます。まあその分かっこいいですけどね。ただコード進行は同じなので、コードに対してどういう風にフレーズができているのか意識して練習していってください。ではまず1周目のところを解説してみます。はい、まず最初はここですね。このっていうハンマリングプリングを使っているところです。ここは普通のコード。これの他にイレブンスの音を使っていますね。この小指で押さえている音がそうです。で、そしてこの後の A コードのところ。ここですね。ここは A コードの、まあ、ナインスの音を使っています。この小指で押さえている音です。ナインスの音でハンマリングプリングしている感じですね。ナインスは本当によく出てくるので覚えておきましょう。はい、今出てきた2つはどちらもこのフォームだったと思うんですよ。この E 型のコードですね。こんな形の押さえ方。こういう時は小指でいろんな音が使えるんだっていうことを覚えておきましょう。さっきはこの小指を3弦に置くと、イレブンスの音だったし、この小指を1弦に置くとナインスの音です。じゃあ2弦に置くとどうなるのかっていうと、これはサーティンスの音になっていますね。それは2周目に出てきます。ここですね。このってやってるところがサーティンスの音を使っています。この音ですね。こんな感じでこのフォーム。このフォームのコードを押さえるときは、3弦に小指を置くとイレブンス。そして2弦に小指を置くとサーティンス。1弦に置くとナインス。こんな感じで、このコードフォームは3種類のテンションの音を加えることが簡単にできます。結構使いやすいところなので覚えておくといいと思います。そしてこんな感じで弾いていって、最後に E メジャー7。フルートのコードですね。これで綺麗に終わりましょう。はい、ここまでできたら全部つなげて弾いていきます。それではデモ演奏を見ながら練習していってみてください。いかがだったでしょうか。この動画がいいと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もやっていますので、ぜひフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。